大梅市民会館は東京都大梅市にあった公共施設。1966年9月竣工同年10月に開館。鉄筋コンクリート作り地下1階、地上3階建ての建物には、コンサートや演劇に利用できる大ホールのほか、複数の歌詞会議室、和室、料理教室などを備えており、大梅駅周辺にある複数の公共施設の 一つとして長らく市民に利用されてきた。大梅街道と旧大梅街道の近路に位置する。脇の路地を挟んだところには、大梅商工会議所がある。しかし建物の老朽化及び耐震性の問題に加えて市民会館前を通る大梅街道が災害時の緊急輸送道路に指定されていることから、早急な建て替えあるいは耐震化が必要な状態であったため、 取り壊しを決定。2017年3月31日をもって、施設貸し出しを中止し50年半の歴史に幕を下ろした。大梅市では、駅周辺の公共施設について、再編、集約化を進めることで維持管理費用の縮減や、管理運営の効率化を図ることにしており、大梅市民会館の建物は解体され、跡地に、 新しい生涯学習施設として、大梅市文化交流センターが2019年4月に開館した、大梅市文化交流センター、ありがとうございます。